ここからは月金部活お邪魔します。今日はこちらです。お邪魔したのは菊池女子高校バトントワリング部、はい、去年の県新人コンクールで優勝、うん、今年は全国総分に出場が決まっています。そんなバトン部の武器が表現力を一番練習してて、他の学校に比べたらまだまだできないところもあるんで、そういうところを表現力でカバーできるように練習してます。皆さん初心者からのスタート、華やかな演技の裏には、入ってすぐの時は基礎練が多くて、その後からちょっとずつ技練が増えてくるんですけど、なんかすごいもうみんなあざがいっぱいできながら練習したりとかしてるんで。私も投げ技を教えてもらいましたが、はい、痛い。硬そう。皆さんの努力を身に染みて感じました。努力の後は他にも体育館の穴がすごい開いてるんですけど、あれは高く投げるとやっぱどうしても当たってしまうから、それで結構穴が増えました、はい、ほとんど多くの穴を開けてきたというニコルさん。あれだ。一押しはこちらのひときわ大きい穴だそうです。でかい。そんな皆さんの目標は、今年の夏に行われる総分祭で今まで練習してきたことが十分出せるようにと、気持ちを一つにして今まで以上にすごい演技ができるように頑張りたいと思います。バトントワリング部の皆さん、うん、応援しています。はあ、あのバトンで結構あの重くて硬いんですか。重さはさほどないんですけども、やっぱり硬いのとくるくるというの速度が速いので、うん、まあ痛いですよと。天井に穴が開くとね。そう、はい、私も30分くらいしか練習してないんですけど、うん、足と手にあざがいくつかできました。美しさの裏にはそんな努力があるということです、ね、全国総分ぜひ頑張ってください、うん、頑張ってください。